はい、小十子です。コストコ大好き小十子です。あのね、新商品が出たらとりあえずね買って食べます。で、今回コストコに行って新しい商品見つけてきました。じゃん、こちらティラミスです。いや、コストコのティラミスって言ったらあれじゃない、このこれのこれだよね、こうなのやつじゃない。で、これちょっと珍しいなと思って、まあ、量はね少ないんですけども、ちょっとどんなのかなと思って皆さんと一緒に食べていきたいと思います。これね、これ6個入りなんだよね。開け方下手くそ。あ、いいんじゃない、開けてみましょう。こんな感じです。わ、頑丈。あ、いい、ほら、回転テーブルを導入しました。オン。いや、癒される。いただきます。あ、もう全然違うよね、あのでっかいのとね。味も違う。あ、なんか割と重量感がある感じ。おお、こんな感じですね。はい、美味しい。あ、大人の味。あ、大人の感じです。すごい、あの大きいやつあるじゃない、大きいやつとはもう全然違いますね。は、え、で割とねもっちりした感じ。うん、美味しい。カラメルっぽいのも、そこがこんな感じです。うん、もうね、あのスポンジにコーヒーのリキュールが染み込んでる感じです。うまっ。すぐない。せっかく回転テーブルがあるのでこれで食べていきます。うん、ま、ワインが入ってるからね、これがね多分ね大人のね味を出してるんだと思います。あ、でもこれねいいですよね、あの一個ずつね、あの瓶に入ってるから小分けもしやすいし、ちゃんと蓋もついてるからね、あのお土産とかねにもいいと思います。で、この瓶がね結構しっかりしてるから、これあと使えるよ、コップでと言いつつあと2つっていうねこれすぐ食べれる。ココアパウダーがめっちゃいい感じですよね。もうマスカルポーネチーズ大好きなんで、本当にティラミス好き。
最後1個。最後一口。うめ。はい、ごちそうさまでした。コストコの新商品ですね。同じティラミスでも全然違う。小分けにしてあるのでぜひ買って食べてみてください。はい、今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。小十五でした。バイバイ。足りんけどね。